あのこれ僕あの NSC の、 タレント養成所に出た時の話なんですけど、はい、あの僕まあ高校3年生で、まあ、僕通ってたんですけど、はい、そこにあの同級生の女の子のコンビがいて、それが大正不動産っていうコンビやったんですよ、はい、でなっちゃんと香織ちゃんっていう、うん、で香織ちゃんの方が高3で僕と同い年なんですよ、うん、でなっちゃんっていうのが2つ下の高1の女の子なんですよ、若い、若いね、ほんで、NSC の授業が終わって、まあ、ファーストキッチン、ね、まあ言うたらファーストフードに行って、まあなんかハンバーガーとか食べながら雑談してたら、その高校1年生のなっちゃんの方が香織ちゃん、あーん言うて、なあ悪いんだけど あそこ見せてくれへんって言う女同士だよね、耳を塞いでくださいよ、もうね、お前やってるやってる、隠しやさんだよお母さんごめんなさいね、うん、まだ大丈夫よお母さんごめんなさい、でも僕言いますよ、うん、でね、 あそこ見せてくれへんって言うた、何言うてねんな、あんたなんであんたにあそこ見せなあかんねんな、じゃあ言うわね、いや違うね、あ なっちゃんな、あのなんか変やねん、いや 何言うてんねんな、いや違うねほんま、かおりちゃんほんま見せてくれへん、なっちゃんの変やねん、でなんでな言った、いやなっちゃんなあの鏡なまたいで見たらななんか出てきてんねんってなんやねんなそれで、僕も何の話してんねんな言うて、もう僕の遠い面でやってますから、ここでやってますからもうやめて言うて、ほら見せてくれへん言うて、そのやり取りが結構続いたら、かおりちゃんの方が、うん、分かった見せてあげるわってなったんですよ、うんで、いやもうここでやめときな言うてて、うん、でもまあ見せて言うて、ほんでまあこうやってスカートガーやって、そのなっちゃんの方はかおりちゃんの見たんですよ、ほんで、あーやっぱりなっちゃんの変や言うてるんですよ、ほんでいやもうちょっともうやめてこんなとこでってなって、ほんでいやほんななっちゃんも見せえなと、どんな変か私の、あ私見てあげると、うん、私の見たいんから見せえなここで、まあ、いやな、いや見せえな言って、誰も言わへんし、分かった見せるわって言って、で香織ちゃんがなっちゃんの中入って見て、いやあんた生理やんって言ったもうええわ、いやあのねこの話尼崎で札幌でしてますからほんまなんでなん、もう覚えたわ、なんでなん、多分俺の方がうまいこと喋れるってちょっと違いました、何なんですか、喋ってるんですね、これ、なんでそれ一発目で持ってくるわけ、なんで一発目でそれ大輔さん、いやこれを言うとくとなんかエンジンかかるんですよ、まあ、知り合いの方の紹介で、40代後半の女性の方と知り合うことになりまして、で最初は皆さんでお食事したんですけど、そのうち、まあ、その方と2人でお食事しましょうかって、この方が、まあ、48歳の女社長の方なんですけど、まあ、社長さんやってらっしゃいまして、それで、まあ、青山のお店を取っていただきまして、個室なんですけど、まあ、すごいすごい綺麗な個室のところで、まあ、お食事をしてたんですね、で、まあ、こういろんな話をお仕事の話とかしてるうちにだんだん、まあ、なんていうかちょっとまあエロティックな話になっていくじゃないですか、だんだんこうなるかな、はい、まあその時はなったんですよね、なっててしたら、まあ、その流れからもう聞いて驚いたんですけど、意外と女社長会いろんないますよね、すごくレズビアンの方が多いらしいんですよ、女社長の方って、でこの今僕と一緒に来てるこのお店でちょうど同じ席で向こうに座った取引先の女社長さんが途中からすごいそういう話になってこう喋ってご飯を食べたらテーブルの下でこう足をグリ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 この僕の相手してる社長さんの下にこうグリグリグリ足でこうやってきたらしいんですよ、で突然であ多分こういう人なんだと思って、まあ、ちょっと避けて、そしたらまたこうグーッと足をこう開いてまたちょっとグリ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 ね、なんかちょっとなんかこうみたいな、なんか誘ってる感じをやってたらしいですね、で結構なんかそう責められてでもこうかわしてて、でちょっとトイレ行ってくるってその取引先の社長さんが出てって、でずっと待ってたら部屋が開いたらいきなり後ろからガッとされて胸元に手入れられてグーッとされて、ホテル行きませんって言われたらしいんですよね、だからそのちょっとその僕の相手してる社長はちょっとすいませんやめてくださいっていうふうにお断りして、なんか変な空気になってそのままもう取引っていうのもそれもなくなったらしいんですよ、でそういう話をまあその場で聞いてたわけです僕は、でそこからその流れでなんかすごいお互いのなんか今までのエッチを
話し合ったりしてたんですね、こうずっとこういうのしてきたとか、なんか食べながらお酒も入ってます、お酒も入ってますし、お酒飲まれへん、僕お酒飲んでないんですけど、シラフやん、シラフやん、シラフで物食いながら、ただなんだ、そうです、女社長の方もお酒飲めない方だったんです、うわ、お酒誰も入ってないやん、お酒ないコーラとジャスミンティーでずっとその話をこうずっとしてて、だんだんこうやっぱりすごいエロティックな話になってきて、もう興奮はちょっとしてくるわけですね、男ですから個室で、はい、ただ別にまあもう初めてのお食事で、もちろんあの男女関係もない人ですから、ね、初めてのお食事なんで、はい、でなんかもうちょっとすいませんトイレ行ってきますってトイレに僕行って、普通に用を足してる時になんかふとその取引先の女社長の感じがなんかこうグッと入ってきたんですよ女社長はトイレ行った時どの段階で決めてたんだろうっていう、そのグッてやるってことを、いやいや、おかしいおかしいと思ったんですけど、悪い俺が試してみろよバカ野郎っていうの来たんですよ、デビライブ、はい、でももうちゃんとリスやるやつが、何言ってんだバカ、やめとけやめとけそんなのって言って、試してみろよバカ野郎、やめとけバカ野郎、やめとけ、でバカ野郎が勝ってしまったんですよ、でもうこれはギャンブルだと思って、普段博打やりませんけど僕はギャンブルだと思って個室に行って、同じ風に後ろ姿が見えたんで、はい、後ろからガッと入れて、おうおう、グッと胸に入れて、こうやってされたんですかっていう風に言って、おうおう、そしたらそうってホテル行きませんかって言ったら、その人がこの場でちょうだいもうって言ってベルト外してきたっていう何やん、やめなさいお前な何なんですか、ね、やめなさいってそれただのお前本当にやったら怖い話お前な、何も知らない話じゃないよな、知らないんけよお前、えがせよお前、え子供たちも天使と悪魔のくだりは笑ってくれててんのお前やめとけアホ、番組ちゃうねん、え違うんですよ、違う違う、違う、ギャンブルに勝ったって話ですよ、僕のギャンブルに勝ったっていう話だって僕はトイレで自分でギャンブルでどっちだろうって言ってそこ行ったんですから、一番罪を感じてんのはあやべーって言うたしたよ僕の相方の剣の、うん、高校時代の、うん、家庭崩壊の話なんですけども、はい、あの家族構成が親父で、まあおかんで、まあ長男兼、はい、で弟妹っていう5人家族なんですけども、うん、この親父が警察官でして、その時、はい、もう今は辞めてるんですけど元警察官でして、はい、でまあ奈良県にある、八首町、あの交番と家が一緒になったような、はい、そんなとこで住みながら仕事するみたいな、はい、でまあ夜中2時ぐらいに寝てたら急にパリーンと音鳴って、なんやーってなったら、なんかこれぐらいの石が投げ込まれてて、ほんでもう親父も誰じゃーって追っかけていったんですけど、誰もいてなくて、でこれまあ警察に絶対恨みのあるやつやー言うて、ほんでまあまあ何日かまだ寝てたら、うん、またパリーンと音鳴って、また同じような石が投げ込まれてて、もう誰じゃー言うて、まあその時は親父ももう結構もう敏感になってたんで、ザーって出ていった歯にちょっとだけ見えたんですけど、それもフルフェイスのメットかぶったやつがタカタカタカって走っていって、バイクに乗ってうーんって逃げたんですって、まあ、パトカーで追っかけたんですけども分からへん、でまあこの弟がその時暴走族やったんですね、暴走族のリーダーをしてたんですよ、でも親父はそれ全く知らないんですよね、ほんでまあ兄貴はそれお前のなんか連れのなんかいろいろ揉めたそんな仲間ちゃうんかとか言うて、弟もまあいやそうかもわからんけどでもわからんわ言うて、ほんでもうそっからあの親父と相方ケンと、ほんでまあその弟と木刀とかバットとか持って、ほんでもういつでも出れる格好して、もう毎晩毎晩もう見張りみたいな感じで寝てて、まあちょっと待ってからまた同じような時間にまた石投げ込まれてパリーンになって、来たぞー言うて、親父がグワーもうチャリンコを用意したんで、チャリンコでダー行って、まあまあその長男のケンとその弟がボムしながらダー走って、で 800m ぐらい先で捕まえれたんですよ、おい親父が、でこれやっと捕まえたぞー言うて、お前どこのどいつじゃこれ言うてヘルメットガーッ取ったんですよ、ほんだ女性なんですよ、まあ、泣きながら、あなた奥さんいたのねー言うて、親父の浮気相手それじゃあなたって石投げてた、片言やつだそれも、あ向こうほんで、まあ、剣も弟も、まあ、走ってきてますよね、ほんなもう親父はもう焦ってもうあそうかあそうや戻れいや、まさか戻れという言葉が来ると思ってないから、どういうこと
で、それどういう説明すんねん。でもほんで親父はもうちょっと泣きそうな顔してるんですよ、うん、でももうおかんは警察電話しますから、うん、もうすぐパトカー来たんですよ。おもう警察が2人来て、来て、松田さんどうしましたか言うて、ほ、うん、んなもう親父も、うん、おおで、まあ警察が2人もああ分かったんや。分かったんです。一緒に警察官として行ってたんでしょうね、多分。あお店に。あその顔見ただけで、あそう、うまいこと言ったやん、あの時飲み会で、みたいな。ああ、みたいな。ほんで、もう、なんか、なんか、それきっかけで、家庭崩壊。けど、はい、へいへいに、はい、へいへいと、まあ、僕ちょっと音楽番組やらせてもらってますけども、そこに矢沢永吉さん、永ちゃんが来た時の話なんですけど、矢沢さんがやっぱこれはテレビだと、はい、テレビといえども僕はやっぱりそのライブのミュージシャンだから、はい、お客さんもいるしライブ感覚でやりたいって言って、はい、で本当はそんなことは台本になかったんですけど、なんかもう楽屋からもう前奏をかけてくれたら走っていってステージ飛び出して歌うっていうのをこれやりたいんだけど矢沢どうかなみたいなって、で矢沢さん言われたら誰も断れないんで、あぜひ後ろじゃお願いします言うて、で楽屋の横から前奏バーン流してえちゃんブワー走っていったんですけど間に合わなかったんですすべきやっぱ方ですよ、ね、すごいなっていう、僕の知り合いにですね、まあ、武田という男がいるんです。その武田という男がですね、はい、まあ、結婚しまして、はい、で奥さんの妊娠をされてるんですね、はい、でそんな中やっぱりちょっとムラムラしちゃってるみたいで、個室ビデオというところに通ってね。これね、風俗ではないんですけど。そうそうね。わかんない、まあ多分あ置きとかわかんないから説明しますと、まあいわゆる普通のレンタルビデオ屋さんみたいな感じで、エッチビデオ何本5本ぐらい借りるんですよ。そしたらお金払って個室に入って、なんかねワイヤレスのヘッドホンみたいなの渡されて、中で一人で見て、まあ一人でまあ終わって帰ると。ただそれだけのことなんですよ。別になんか女性が入るとこじゃないんですよね。で浮気はいけないと思うからそういうところに行ってたらしいんですよ。したところですね、何回かそこに通ってたら、うん、やっぱ奥さんが何かの表紙そのレシートみたいなの見て、はい、またレシートなんかなんていうのかな、一人でできるもんみたいな店なんですよ。個室ビデオ鑑賞室、一人でできるもんみたいな、ね、ちょっと勘の人ならわかるよね、うん、何これってエッチなお店でしょみたいな話になって、はい、ない、ちょっと怒っちゃって、はい、まあそれで分かった分かった行かないよってことになったんです、はい、しかしですね、まあある日こう池袋のネオン街をこう帰る前に歩いてたところ、はい、ちょっとまあやっぱいろんな可愛いお姉ちゃんがいるもんですから、テンションがちょっと上がっちゃって、やっぱ行っちゃったらしいですね。でも別にまあ終わって、タクシーに乗って、タクシーの中でこうやってレシートをあっと思って、はい、レシートをこう出して、これだと思ってビリッと破って、灰皿に入れて、帰ってよし大丈夫って言って、もう帰ったんですって。で普通にガチャッと入ったら奥さんがどこ行ってたのって言うんですよ。怖っ。だからもうそういうなんかね、女性の感じじゃないですけども、だから「え何が遠山何?」って言ったら「いやだからどこ行ってたの?」「いや仕事だよ」と「うん、嘘でしょ」ってなんか言うんですって、うん、ところ「ええー?」と思っていろいろそんな考え一瞬で「ちょっと待てよ」と「うん、目撃者だろ」うと「うん、目撃者」って言ってますよ店員、いや店員違う、出て行った時すぐタクシー乗ったら「大丈夫絶対大丈夫」と思って「もうここは行くしかない」と「もう切れるしかない」と「もうふざけんなよ」うん、人が仕事から帰ってきて何だよもうその言い方よ、うん、これ行くしかないって言ったんですって。そしたら「じゃあ何よそれ!」って「何よそれ!」って言うんですって。それはい、ヘッドホンつけっぱなしだったんですよ。もう男は、はい、知らねえよ音楽聞いてんだよって言って、音楽って何よカバン出しなさいって、元がないじゃない元
こう隅にこうやっぱりね、一人でできるもんみたいな。ケンコバに聞いた話なんですけど、はい、もうそんなんもそろそろ出てくるわね。アントニオ猪木さんの話なんですけど、あのアントニオ猪木さんと一緒の飛行機に、なった方がいるんですって。でその人に聞いた話らしいんですけど、結局誰やねん。誰誰に聞いた。どうなってきたか、僕のところに来たかは、僕はコバなんですけど、コバはどっから来たかわからないんですけど、はい、で、なんかラスベガスから成田に着くやつやったらしいんですよ、うん、で、猪木さんが窓側に座って、で、通路側にあのお付き合いと、その当時 の藤田って ご存知ですか藤田和幸でした、はいはい、もうゴリラですよ、ゴリラ、金髪のゴリラ、ちょっと、はい、もうゴリラが横に座ってあったみたいなんですよ。ほんで、まあラスベガスから飛んで成田に着く時の話らしいんですけど、で、間もなく成田に着きます言って、でそれぐらいからもう藤田はものすごい寝てたんですって。でもうはぁー言って寝てて、ほんでもう成田にザーン着いたんですよ。で着いてポンってもう着いて、これ外して荷物取れる時間になって、ポンって言ってもまだはぁって寝てるから、猪木さんが藤田、藤田着いたぞ、藤田、藤田、藤田着いたぞ、成田だぞ、藤田成田だぞ、藤田行かないで。いやいや見たわけじゃないんやろ。ちゃくちゃやな。また聞きのまた聞きです。さっきね、やかましいもう始まりますからね、お願いしますよ。これね、この話を滑らない話って言っていいのかちょっと分からない部分もあるんですけど、はいはい、いやまあでも本当のこの間なんですけど、はい、僕ランチの会っていうのをね、ちょっと今年入ってくるからやってるんですよ、うん、はい、それはあの陣内にね、はい、後輩をちょっと呼んでもらって、後輩って本当に僕も知らん、もう全然テレビも出てないな、名前も知らないな、若手ですよ、呼んでもらって、陣内とかとこうランチをしながら、はい、なんとなくこううだ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 喋るっていうね、そのランチの会っていうのをやってるんですよ。なんか、はい、なんかになるんちゃうかなと思って、うん、でこの間の子でね10人目になったから、でも10人集まったんで今度ディナーの会紹介、はい、全員で、まあそんなこともやってるんで、それはまあいいんですけど、はい、でそれで毎回場所は変えるんです。でこの間はほんの3日4日前ですよ、六本木ヒルズの、はい、まあちょっとした個室のレストランで、はいはいはい、まあ陣内とこう、GAG 少年楽団の宮戸くんっていう、はいはいはい、まあもう本当初めて会うた子と、はいはい、まあこうまあや飯食うてて、まあそれはいいんです、もう雑談なんで、で陣内にね、陣内お前この後何すんねん、何って言ったら、ああ僕は僕ロケです、ああ ロケなんや、どんなロケって、いや違うんですよ、この間ね一回やったらえらい評判が良かったんで、うん、急遽第2弾いうことで来たんですけど、なんかちょっと都心まで出ないといけないんですけど、なんかゴミ屋敷に住んでるおっさんがおると、でこのおっさんはもうほんと一人暮らしで、はい、もう放送コードギリギリのおっさんなんですよ、はい、で一回行ったら、まあ、そのおっさんのキャラもあってえらい受けたから面白かったからもう一回や言うて行くことになるんです、はい、ああそうなんや、で今日は何すんのって、そのおっさんがとにかくもう足の踏み場もないぐらいのゴミ屋敷で、はい、でもう害虫も多いし、もう悪臭漂うんですけど、はい、そのおっさんがねなんかね青大将を買ってて、はい、うわ買ってたんかな、はい、なんか分からんけどもう逃がしてもうたんですって、で部屋のどっかにはおんねん、たまには見んねんって、でもどこにおるかもわからん、それを掃除しながらおっさんと青大将を探すというロケなんです。ああそうなんや陣内、そうなんや
えで今日はこれ37度ぐらいあるよなと気温が、うん、夏 で、はいはいはい、でそのおっさんの家はクーラーはないです、はい、ないよな、はい、で悪臭があってで室温はそれも40度を超えてるよなと、はい、あ超えてるかもしれないですね、はい、それでもねいう蚊とか持って噛まれたり、はいはい、刺されたりもするやろ何よりも青大将に噛まれるかもわからない、はい、あそうですねきついですねでどれぐらいかかるのいやもう夜までかかるでしょうとあシャワーも浴びれない多分もう汗もダラダラかくでしょう、うん、陣内あのさって俺こう悪いね正直なとこね俺そのロケ行くぐらいならこの六本木ヒルズのこの綺麗な空調の効いたレストランで、はい、うんこ食べる方がマシやった、はいはい、そしたらね、はい、陣内がいやそのさそれはないですとこれそれはないです確かにきついロケですけど、はいはい、僕はゴミ屋敷の方がいいです、はい、マジで言うてんの俺は全然こっちのうんこの方がええわ、うん、って言ったら、はい、もう他にもその放送作家佐田とかおったら、はいはいはい、その GAG の彼とかにも聞いたら、はいはい、いや僕もロケがいいです、はいはい、嘘やろと、はい、で GAG の子なんか僕はうんこは食べたくないですいやいや違うねん俺もうんこ食べたいわけじゃない誤解せんといて俺別にそういうことじゃない、はいはい、ただそのロケは10時間ぐらいかかるやん多分、はいはい、もう行き帰りの交通なんや合わせたら、はいはい、なったそれ終わってからもう仕事まだ1個あるっていうシャワーも浴びんと仕事行かなあかんから、はいはい、この綺麗な空調の効いたレストランででワンスプーンのうんこ、はい、1秒で済むやろ、はい、絶対こっちの方がええやん、はい、で考えられないんですと、はい、言うんです、はい、マジかお前らって言って、はい、その場はまあ一応終わった、はい、でそのまま僕ガキの使いの収録があったんで、はい、楽屋に行ったら、はいはい、もうココリコとか山崎とかスタッフが大部屋なんでいるんですよ、はい、聞いてくれと、うん、こういうことが今日あって、はい、みんなロケの方がええって言うねんって言ったら、はい、全員がロケの方がいいです、はい、いや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 、はいはい、2秒で済むやん1秒2秒で済むやん、はい、俺何やったらね、はい、この先のきつい仕事、はいはい、うんこ一口で済むならやるで、いやいやいや運パスカードがあんやったら俺運パスで行く運パスカード年3回は運パスで行くいやっていうかお前らさお前らその運行がそんなに嫌って意味がわからんねん俺はいやいやなんでそんなにうんこが嫌なんだってそれはうんこしたことないやつらの言い分やうんこしたことあるやん身近にうんこってあるやん身近にそんなにお前らにとってうんこってなんやねんっていうか、はいはい、ほなあいつらがでかい声でうんこってあなたにとってなんなんですかって言われてすごい空気が悪なったっていういや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 ここで聞いたっていやロケですよ俺、うん、ロケ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 あやべ、はい、お前うんこやろちょっと待ってよいやちょっとそれ話変わってきますよお前嘘をつくなよお前僕もちょっと松本さんのところありますけどお前は好んでうんこ行くと違いますお前うんこ行ってからロケ行くやん両方行ってんじゃんいやいやマジか必ず言うねんそれでも誰のうんこかにもよりますねっていうそれはいやそんなんどうでもええわ、それはもう次のステージの話いい人見て決めんのはそんな今そんな話してない境目が分からんちょっとねこの話を僕はしときたかったまあ一発目に適してたかと去年、うん、あの仮面ライダーの声優のオファーが来て、うん、ありがとうございますみたいな、うん、敵役です、うん、で仮面ライダーのもう40年の歴史の中で最強の敵ですみたいな、いいんですかみたいなあれ一生懸命やらせていただきますみたいな話を受けてその日飲みに行ったのがスピードワゴンの井戸田ちのハンバーグ氏ですね、うん、で行った時に今度実はこういう仕事が来たんだ、うん、あそうなんですか僕実はあの特撮もので仮面ライダーじゃないですけど違うシリーズで、うん出たんですけど結構あれ大変ですよみたいなアフレコ言うてどんな感じなんって言うからやっぱりお子さんがメインのお客さんなんで変なことはできない、うん、なのに連れてくるのはお父さんお母さんなんで大人だけが気づいてちょっとクスッと笑えるようなやつをやってくださいそういうなんかノリがあるんですって、うん、で僕の時は負けて
爆発するときに爆発音に紛れて甘いっていう、あ、なるほど、これで親御さんだけが気づいてちょっと笑うみたいな、そんなんありましたよ。小林さんもなんかあるんちゃいます、うん、ああそうやな、ちょっと頑張るわで、僕あれよく考えたら僕それちょっとフレーズみたいなのがないんだよ、うんうん、はい、うん、どうしようかな、なんかどういうふうに言われんやろう、うん、そこから台本が届いて見たときにちょっと青ざめたんですけど、うん、えってなったんですけど、うわこれどうしようってなって、でまあ当日この録音スタジオに行って、うん、でまあ僕本当最強の敵で一人であの仮面ライダーを何人ももうなぎ倒すんですよ、うん、でこんなやつに勝てっこねえってライダーがなった時、さらにダメ押しとして自らが巨大化して、うん、俺を止めない限りこの地球は闇に覆われるみたいな、うん、ものすごい役やったんですよ、うん、その巨大化する時の一言がルネッサーこれはキャスティングした人なのか監督なのかプロフィールだけ見て、あこの子見たことあるよ、あのルネッサーってやる人だねみたいな、ごちゃになってたんすかね、全然違う、ルネッサーって巨大化したよ倒す、もうほんまに入れた後すぐ上着腕にかけて走って帰りましたね恥ずかしくて、はい、恥ずかしくても言うたのは言うて、はい、53世の仕事奪っちゃったのね、53世やったとしてもルネッサンスの意味分かれへんから、巨大の時しかも違うし、私、まあ、昔からのちょっと悩みがありまして、はいはい、指がですね太いんですね、で、いやいやそんなことないと思われるかもしれないですけど、小指以外の指で一番細いのが薬指なんですけれども、そのサイズが16号なんですよ。わあ、これ女性ですか。そうなんですよ。まあ男性のことあんまりわからないかもしれないですけど、女性の平均で9号とか11号なんで、だいぶ相当そうなんですよ。太いんですよ。それがもう本当に嫌で、なんか自分コンプレックスなんですよ。で普段からちょっとグーに手をグーにして。あまり見られたくなくて、あのしてしまうぐらい嫌なんですね。で結構ですね太いと思われてるみたいで、たまにあるんですけど、心優しい若い女のタレントさんが優しさです、うん、ですよ、うん、あの私の手をバッと持って、うん、青木さんなんか手が腫れてませんかとか言われることが多いんですよ。でいやいや私指太いから全然いつもこうだからみたいな言うんですけど、いや絶対腫れてますよね、絶対見腫れてますよねみたいな、みんなを集めるみたいな、いろんな女がいるんじゃボケーとかあるんですよこっちは、ね、あるの本当によくあるんですよ。でも私去年ですね、まあ、そんな私なんですけれども、うん、あの指が欲しいなと初めて思いまして、うん、ある老舗の有名な宝飾店に行ったんですよ、ブランドで、まあ、指輪といえばそこみたいな、でそこの本店に行きまして、いっぱい指輪が並んでるわけですよ。でどういったものをお探しですかって店員さんに聞かれまして、で私ちょっとサイズが大きいんですけどみたいな話をしたら、いや大丈夫です、ご用意してございますので、まずは好きなデザインをお選びくださいって言われまして、でまあ100個以上あるわけですよ。でそこの中から私は、まあ、時間かけて5個の指輪を選んだんですよ、はい、でこのデザインがいいです、はい、で店員さんがじゃあ指輪のサイズを測りましょうって言って、測ったらやっぱり、まあ、16号だったわけですよ、まあ、そしたら、やっぱ意外と太いですねみたいな空気になったんですけど、それは言わないですけど、じゃあお探ししてまいりますって言って裏に行ったんですよ、店員さんが。で15分ぐらいですかね待っててですね、でお客様16号のサイズのものがご用意できましたって言われまして、2個出てきたんですよ。でその2個は私が選んだ5個のものとはデザインが違うわけです。その100何個ある中から16号は2個しかない。最初から言ってたろうっていう気持ちはあるんですけど、でないわけですか16号はここの店にはってこの5個はっていう、はい、話をしましたら、いやご用意してございますハワイ店の方にって言われて、私は今欲しいとかハワイでしかないんだと思って本当にショックでした。傷つくよね。傷つきました。日本で一番指輪取り揃えてるとこですよ。違うの持ってこられたとこが俺ピークで気をつくわ。いや本当ショックでしたね。悲しい違うの持ってこられたら。ただまあいいことといえば、あのお杉さんが指輪がサイズが同じなんでたまにいただけるいいことだなと。ただのおっさんですもんね。嫁にお使いを頼まれまして、方向機いうのが
があって、はい、方向器っていうのがあって、はい、陶器でできてて、その先にコンセントがこういうボンっていうのがついてて、はい、それを差し込むと、明かりがついて、その上にエッセンシャルオイルのやつを垂らすと、ごつ香りがええやつだった、はい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 、で、これを僕が割ってしまって、まあ、それ買うてきてって言われて、ほんでそのエッセンシャルオイルのやつをもう買うてきてと、ほんでそのエッセンシャルオイルっていうのは今は分かるんですけど、その時分からんかって、はい、で、まあある、まあそういうとこが売ってそうな、ちょっと黄色の看板の、名前は言わないですけど、というところに行って、はい、で、すいません言って、ガチャって刺したらごつええ匂いする機械のやつありますかって聞いたら、うん、そこの店員さんがちょっとできそうな女の人やったんですけど、方向器ですねって言われて、はい、分かんないですけど、ガチャって差し込んだや、ごっつええ匂いするやつですって言うたら、方向器ですって言うから、じゃあ方向器見せてもらっていいですか、で、そこ連れて行かれて、で、こちらです、こんなんやったわ、で、これもうて、ちょっといいですか、これに垂らしたら、ごっつええ匂いするやつありますよね、エッセンシャルオイルですねって言うから、それはどうか分からないんですけど、垂らしたらごっつええ匂いするやつです、エッセンシャルオイルですって、分かりました、そのね、ごっつええ匂いエッセンシャルオイルですって言うんですよ。ほんでね、それ連れて行ってもらえますかって言ったら、エッセンシャルオイルはこちらですって言うんですよ。ね、客がごっつええ匂いするやつって言ったら、ごっつええ匂いするやつですでええのに、ずっと食い気味でエッセンシャルオイルですねって言うんですよ。はいはいはい。で、なんやなんやってなって、うんうん、ほんでそこ行ったら結構な量があるんですね、いろんな会社から出てるんかもしれないですけど、はいはいはい、うわめっちゃあるって、で、これもこれもこっからこう全部ごっつええ匂いするやつですかって言ったら、全部エッセンシャルオイルですって言うんですよ。そうですかってなって、こいつかましたろうかな思って、これも全部ええ匂いするやつ、はい、これもこれも全部エッセンシャルオイルですって言うんですよ。でくっそ思ってほっと見たら、エッセンシャルクリームっていうのがあったんです、うん、ここで変化球投げたろう思って、これもごっつええ匂いするやつですかって、これはエッセンシャルクリームですって言うんですよ。かまへんな、こいつなんやねん思って、これ全部ごっつええ匂いするやつですか、はい、エッセンシャルオイルです、くっそー思って、もう最後の最後や思って、ほんならこれも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 エッセンシャルオイルですかって俺が言うたんです。言うたった。ほんならえっていう口になってたんですかね、ものすごい大きい声でえいって言うたんです。えとはいが混ざってえいって言うて、勝った思って、そのまま勝ったのかな。僕ケンコバに聞いた話来た。マジかお前、はい、でケンコバメンタルすげえな。ケンコバに聞いた話なんですけど、ケンコバはなんかなんか飛行機にやったなんか知り合いに聞いたっていう話。誰の話やねん。結局は僕はまあコバに聞いたんですけれども、なんか、ラスベガスから成田に帰ってくる飛行機の話なんですけど、その時そこにアントニオ猪木さんが乗ってはった。猪木さんの話なんですけど、まあ、窓側に猪木さんが座られてて、でその時に付き人の藤田っていうでかいやつ、もうゴリラですよ、金髪のゴリラみたいな当時ね、それが横にいましたから、でそれを横に乗せて、まあ、ずっとこうラスベガスから来てたわけなんです。で成田に着いたんですよ。で成田に着いてポーンって言って、もう外して荷物下ろすときに、まだゴリラの藤田がカーッて出てるんですよ。で、猪木さんが藤田藤田着いたぞそう言うても、まあ寝てるんで、藤田着いたぞ、藤田成田だぞ、藤田起きろ、藤田藤田起きろ、着いたぞ、飛行機でね、はい、まあまあ今日も飛行機乗りましたし、乗ってた、ね、よく乗らせてもらうことがあるじゃないですか、はい、ほなまあいろんなことがこう起こってね、起こってね、まあこれもなんか子供がね、うん、もうずっと泣いてるんですって。それも大変でしょう、それ気圧が変わったりしても子供にしたらね、それもたまんないでしょ、飛行機なんて怖くて、うわー泣いてるのをスーツ着た60代ぐらいの男性が、おいお前ハワイやろ、お前ずっと泣いてるねんか、お前静かにさせろって怒鳴ったんですって。なぜそこに居合わせたのか、うちの政治がね、おいそういうの我慢できませんから、おのれこれお前もこんな時だっておっさんになっとんねやろ、何お前いきなりおっさんになったみたいな顔して文句言うとんねんこれ、おーごめんせー
正義だ。周りの人たちはみんな、うんって。正義や。うんって。おっと、こんなもん子供なんでもしょうなろ、ゴンセーと CA さんばー二人来て、政治取り押さえられたんですよ。まあちょっとね、見てくれの問題で、ね、せっかく正義見てくれの問題、ね、見てくれの問題ですか。まああったり、いろんなことがあって、福岡で仕事があって、そんでその日は泊まりなんですけど、夜なんかちょっとしたキャバクラみたいなの連れて行ってもらって、で聞いてたら、お医者さんの学会、ものすごい大きい学会が福岡で今日開かれたと。だからもう日本各地のすごい偉いお医者さんが福岡に一堂に会してるって言うんですよ。へーとか、そうなんや。あ、次の日お昼間ぐらいに飛行機乗ろう、乗ったら、まあ僕一応、まあ、あのビジネス乗してもうたら、先生昨日はあれでねとか言って、先生とか言って、俺以外全員お医者さんなんですよ。僕一応あの吉本新喜劇で、まあ、あの座長というのをさせていただいておりまして、まあ座長というのは台本を作ったりとか、ね、キャスティングしたりとかするのがまあ仕事なんですけど、まあ新しい子たちがですね、こうオーディションで入ってきたら、まあ合わないですよね。なのでこうキャスト表っていうのがあって、今週この人たち空いてますみたいなところで、まあ池野とか島木って書いてたら大体わかるんですけど、入りたての子なんて、例えば松本とかその宮川って書いてても、その背が高いのか低いのか、男か女か、どんなキャラさえも分かれへんから、この使いようがないというか、それからいつも、いやもうそれやったら一回ちょっと面談させてくれって、偉そうですけども、その入った子たちをちょっと集めて、あの姿形、人となりをやっぱ知ったりとか、どういうことをしたいというのをやっぱ聞いてからキャスティングしようと思って、ほんで、あの名前はなんていうの、じゃあ名前、都市、どこ住んでるか、でまあどんなバイトしてるかとか、そんなん聞きましょうかみたいな、で一人ずつ言うてもらうんですね。でやっぱりその子たちにはやっぱり方向性いろいろありますから、真面目な回しの役をやりたいのか、島木さんみたいにもうギャグで行きたいのか、メダカさんみたいにボケたいのかあるので、じゃあ新喜劇で、あの憧れてるというか、どういうふうな方向性に行きたいとかいうのがあったら教えてくださいみたいな。だから割とみんな、男前の子とかやったら、僕は石田さんとか内場さんみたいに回しをしたいと思いますと、あそうなんと、で女の子とかやったら、まあ島田珠代さんみたいにボケたいですみたいな、あそうなんとか、あへえとか言ってたら、ちょっと男前のなんか来た時からなんかちょっと生きてるなっていう感じの子がおったんですよ。すごい座長と会うだけやのに金目金目の、まあ多分収入もそんなに少ないのに、おそらくちょっと高そうなブランドの服のなんかふわっとしたズボンもグーンってしたこうねやつとか、別に履いてこんでええやんっていうのを履いてきてる。ほんでただ座長と会うだけやのに、思いっきり髪の毛もねじり倒して、別にええがワックスでそれが人となりや、キンメキメで着てるなっていう子がおったんです。まあでもそれでも全然うちの後輩ですからいいんですけど、じゃあ誰に憧れてますかみたいな、いや僕はやっぱり石田さんとか内場さんのような、やっぱりこうみんなを回しながら、まあ芝居とかをやっていくような、まあそういう風な役をやりたいなと思ってます。僕はだから石田さんとか内場さんに憧れてるんですよ。で音楽関係といえば、ミスチルの桜井さんとかに憧れてますけど、わけのわからんこと言い出すで僕、まあ知った仲やったら、はぁお前何やそれとか言うんですけども、初めてですし、向こうも緊張してるやろから、あそうなん、へえみたいな、うんとか、でもいろいろ思うことありましたやっぱり、言いたいけどやっぱりわーってそこで言うたりとかしたらトラウマになってもあかんし、うーんと、あそうへえと、ミスチルの桜井さん好きなみたいな。でもやっぱりそこで流そうと思ったんですけど、やっぱ流しきられへん自分おったんで、でも罵倒しようかなと思ったんですけど、罵倒するのもちょっとちゃうから、じゃあ桜井さんと内場さんだどっちの方が好きなみたいな、いやそれはもう内場さんです、それはもう音楽方面で言うとミスチルの桜井さんっていうだけで、本当に僕が憧れてるのは内場さんとか石田さんとか、ああいう回しの方なんです、あそうなんや、もう軽くパーンってジャブだけ入れてその流したんですよ。その子の名前パッてこう見たら、名前が佐世っていう名前だったんですよ、佐藤の佐にやったと思います、で瀬戸内海の瀬、佐世っていう名字、全然いいんですよ、それはもう佐世家の方には別に何の恨みもないです、いいんですけど、後でそのね社員に言うたんですよ、お前な言うて、佐世いうやつを入れるな言うてで入れるんやったら改名するっていうことを確約した上で取らなあかんで、そんなもん、なんでよ、そら僕は改名なんかしたくないですけど、芸名つけたいとか、芸名つけたくないです、佐世で行きたいです言うて、新喜劇でね、まあ男前ですが真面目な役ですやん、芝居の役やるとき、佐世佐世って言ってもお客さんなんかうんってなるじゃないですか、それその苗字っぽくないとか、木村とか山田とか言ってんだわけ、佐世ってその
そこで名前が終わってるか終わってへんかもわからん名字で。ややこしいですよ。おい、させ、いや、させっておかしい。そのすごい知名度あたりですけど、全然知らないやつパー出てきて、髪の毛こないしてねじり倒したやつがパー出てきて、おい、させ、え、させって何ってなってお客さん気になるじゃない。ほんで犯人の役かなんかしとって、おい、ナイフで刺すな、刺せ、どっちやねんってなる。やめたらええやん、だからその設定やめたらええやん。その芝居の邪魔になる名字の人は、刺せ権には何も悪くないですけど、そこにキャスティングすなよ。あんまりこう良くないんじゃないかと。で、その改名とかその芸名つけるということは社員の人に言うたんかって、うん、いや言ってなかったやつ、うん、そりゃそうやで、お前刺せ言うセリフなんか俺ようかかんわ言うて、ほんで、まあ、じゃあそれはあれやけど、しれっとちょっとそのあんまり帰ろうって言うたら、その佐世家の人が怒ってきたもあれやし、その芝居的にちょっとややこしいこともあるから、芸名つけたりするのどうかなみたいな、ちょっと軽く提案してみるのしといてって言うたんですね。ほんだら一月ぐらい経った時に、髪の毛ねじり倒したこんなジーパン生えた男ファーって来て、あのそのね、佐世が来て、あ、小山兄さん、あの僕芸名つけることになりまして、あ、そうなんや、へえ、あのこれから佐世改め桜井で行かせていただきたいと思います。え、なんでやろ。まあ、はじめ内場さん憧れてるから内場にせえとは言わんけど、それはできへんけど、ミスチルから飛んのミスターチルドレンで、いや、もう新喜劇の池のメダカというミスターチルドレンおるから、もうそっち憧れたらええやん。なんやこいつって、変な若手が入ってきましたというお話でございます。まだやってます。やってます。やめた。やってます。ほんまに、ほんまに桜井という名前でやってます。すごいね。ちょっと見たら笑ってもらえる。その話聞いたから変な先入観で、こっちの方が気になる。そうですね。まあでも英語、今は英語。桜井言った方が笑ってもらえる。多分ここにおられる方の中で誰一人ほとんど知らないと思います。あの放送作家の佐田っていうのがある、はいはいはい、でこいつがあの、まあ、放送作家としては僕はどのぐらいの能力かは知らないですけど、はい、とにかく人間として相当なポンコツなんですよ、はいはい、でもう容姿ももう妖怪みたいな容姿で、はい、ね、もう腹ぽっこり出て本当気持ち悪いんですけど、はいはい、でこいつがね、何がポンコツかっていうとね、どういう覚え方をしてるのか、とにかく知識がもうめちゃくちゃなんですね。 でもおしゃべりやからずっと喋ってる、はい、でいちいちこいつ喋ってて突っ込んでたり、もうなそこ違うよって言うてたらもうキリがないんで、はい、基本俺も無視してるんです、はい、で悲しいかな、こいつと今おる時間が一番長くてね、はい、まあ仕事絡みもあっていろいろ一緒にいるんです、はい、でこいつとね、またこれがあのランチの会とはまた別に、あの芸術鑑賞会みたいなのを僕たまにやってて、うん、っていうのはそれはあの今まで見てこなかったものを見ようと、はい、でちょっと休みの時があったら、あの例えばクラシックとか、はい、オペラとか、あ、劇団四季とか、あ、宝塚歌劇団とか、はい、意外とみんな見てない、はいはいはい、ね、見ると、しかもそれをマネージャーやその何かに頼んでチケット取るんじゃなくて自分たちで取って、うん、まあ、そんな遺跡じゃないかもしれんけど、ちゃんとお金を払って見たら何かこう得るものがあるんじゃないのかっていうのをやってるんですよ、はい、でその佐田ともあのほんと 先月ぐらいですよ。佐田、今度何見に行こうかって言ったら、いろいろ仕込んでますって、ほんま、この喋り方、そっくり、いろいろ仕込んでますって言って、こんなんどうですか、兄さん、こんなんもありますよって、ほんまこの喋り方、はい、で、いや、それはないか、それはさすがにしんどいんちゃうかとか、うん、あのチケット取られんちゃうか、はい、そんな中、あの森進一、はい、コンサート、はいはい、なるほどと、うん、俺考えたらあの人生で会ったことないし、うん、生歌聞いてみたいなって思った、はい、あ、それええんちゃうかって言ったら、わかりました、最速チケット取りますねーってで、取ったんですよ、はい、で、取って、でいよいよ、まあ、あの明日コンサートやってなった時に、はい、まあ、たまたまだ仕事一緒で楽屋で二人きりになって、はい、いよいよ会いたいですねー、似た森進一コンサート楽しみですねっていう、あ、そうやな明日やなって言って、僕ね、もうあの歌一番聴きたい、僕あの歌が一番好きなんですけど、やっぱりあれ無理なんでしょうね、冬のラビオリって言ってで、まあここでいちいちも言うててもしょうがないんで、まあ無視ですよ、あるあるです、で無視してたら、あれ兄さん、あの例の事件のこと知らないんですけーって言うんですよ、はい、あのね、あの悪友さん、作曲家の悪友さんが冬のラビオリを作って変な歌い方をしたからいて、もう今ももめにもめてコンサートでは歌えないんです、いやーって。で、
ああこれはもうとっちらかり出してるからそうですね問題がいっぱいになってきたんでこれはさだ俺ちょっと待って俺にちょっと時間くれへんかってでさだよってまず冬のラビオリっていう歌は存在せえへん冬のリビエラやな、はいしかもお前一番好きなんやったらそのタイトルは覚えとかなかましてや冬のリビエラっていうのはサビが冬のリビエラってタイトルとサビが一緒やそこを分かってないってことはもうその歌を知らんのと同じやなしっかり怒りましたね、うん、それとなんか今ごちゃごちゃ揉めてるっていうくだりなんやけど、はい、どうも俺がそれ推測するにそれおふくろさんのことやなおふくろさんと冬のリビエラをなんで間違えるんだしかもお袋さんも冬のリベラも悪友さん全然関係ない、であの人作曲家じゃないな作詞家やそうですねおいでお袋さんの作詞家のいや川内浩半さんが待ったをかけて今揉めてんねん、うん、いや今揉めてるというかそれはもう終わったんや、うん、とっくに解決してんねんなっていうか川内浩半さんはもうお亡くなりになってんねんね、関係ないかもしれんけど悪友さんももう亡くなりになってるしだからゆえに明日のコンサートなんやけど、うん、ああ森進一さんはおふくろさんも歌うし、うん、冬のリベラも歌うと思うの、うん、確実に歌えへんのは冬のラビオリやな言ったな言いましたねすいませんすごいですね次の日あのコンサート行きましたよ、はい、森進一さんやっぱり冬のリビエラ歌ってましたさだどうしてるかなと思ってバー見たらなんかリュックの中でオペラグラスずっと探してるちゃんと見ろや大好きなんちゃうか大好きなんちゃうんかよ集中してない腹立つわそうあるあるやなもっと見よう思って見てないけどまあ、娘いてるんですけど、まあ、結構年頃であいくつだった、今は中学生になりました、はい、でまあ、あのたまにしかやっぱり東京にほとんどおるんで、あのたまにしか喋らないんですけどやっぱり、まあ、大きなったなとかアホやなとか賢いなとか優しいなとかやっぱり喋ったらいろいろこう思うんですけど小学校5年ぐらいの時にまだその時は一緒にお風呂入っててで僕が先出たんですよで体バーって拭いてるところに娘もこう来たんですよね、うん、で息子はもう先に嫁はんの方行ってるんですけどバーってやってたらなんかこの辺で娘が僕の股間見てちょっと2秒ぐらい止まってるんですよ、うん、まあちっちゃかったあれですけど、まあ、小学校5年って言ったら結構まあちょっと年頃、うん、じっと見てるなと思って、うん、え怖怖怖怖何見てんのだからといって何見てんねんとかっていう関係性でもないし、うんなんかこう微妙な距離感で見てんなと思ったら笑ったんですよ怖っ俺の子か見て笑ったやんみたいなえこの後どうなのと思ってもうタッ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 めっちゃ怖なってるんですけどでも何も言われへんし拭いてるふりしてたらって来たんですようわ喋り出したやんこいつ何言うの何言うのうん金玉ってさ金玉ってさ何娘が喋り出しで金玉ってさ上の句それやったら下の句なんなんと思ってこうなったんですけどもう同時でとこ見せたらあかんからあ金玉ってさ2個あるん2個あるんだってめっちゃこうなってきてえ何何の話続くんこれ金玉ってさ2個あるんって言われてえああまあせやなって言ったら「あそうなんいやらしいねんけど」みたいな「このあと何のつ話続くんかな」と思ったら「あの何々っていう子がおって」みたいな私休み時間でボーって立ってたらその男の子が顔真っ青になってうずくまりながら私のとこ近づいてくんねやほんで「あのや」って言ってくるから「どうしたん?」って言ったら「あの金玉って2個あるやんいや私おんないから知らんし」と思ってみたいな。その娘の、ま、金玉漫談が始まるんですよほんでほんほん言ってほんであの金玉って2個あるやんって言われていや私知らんしいや確かに弟とかパパのとかちょっと見かけたりはするけど一緒にお風呂入ってる時でもそんな2個あるとか知らんし、うん、そうなん2個あんの、うん、んで2個あるやんって言ってくるからうんそれは私知らんしいや あんねん2個ほんでなあの右の方めっちゃ痛いねんけどこれなんやろって言ってくるねいや私女やから知らんしと思って私に聞いてくる金玉2個あることも知らんのに右が痛いとかって顔真っ青やんや、う
で私はあの保健室行ったらそんなん私分からんけど行ったらええやん、いやそういう痛みちゃうねん、いやどういう痛みやねんとか思って、ほんであの問題分からへんかったらええわってうずくまりながら自分の席戻って行ってんけどな、変な子やんな言うてパンツ履いて向こう行ったんですよ。なんかいろんな意味で怖っこいつだって話の導入もやけど、一応芸人の父親になんかちょっと滑らない話っぽいやつ試してきてるやろ、なんなんこいつ将来とか、いやそれ言わんくてもいいじゃないですか、 そんなにフレンドリーっていうか、まあ仲はいいですけど、そう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 、そう、はい、怖かないやろ別に、いやでも娘さん小5になって股間見て笑われたらめっちゃ怖いですよ、一瞬ね、一瞬びっくりする、なんで笑ってんの、金玉ってさ、だいたい人間ってさとか男ってさとか鉄砲で撃ってさとかやったら分かりますけど、焼いてさ、焼いてさやったら分かる、金玉ってさ、髪の方怖っ、いや娘さんできたら絶対怖いっすよ、一緒に風呂上がってきて、そういうのも金玉ってさ、これ誰か一般の人どっか悪なったらこの中にお医者様はおられませんか、あの例でね、これ全員が手を挙げることになると、これ見たいなぁ思って、もう誰がなら、俺どっか痛なれとか俺どっか取れろとか、ああまあまあそんなね、結果あのそんなこと起きませんでしたけど、はい、みたいなことがあってっていうのは、僕昔一回だけ見たことがあって、若い時にこの大阪伊丹空港を向かってる時に、この中にお医者様おられませんかってなって、えあのドラマでのやつやん、まあ、ドラマのやつやんと思って、なんか女性がなんか引きつけ起こされたかなんかで、いてあってお医者さん一人いてはったんですよ、ほんでたまたま俺の前が広いとこやって、うん、CA さん来はって、ここで治療させていただきたいので、もしよかったらその席を変わっていただけませんかって言われて、あ全然変わりますよっつって変わった、ほんで、まあ、ついて CA さんありがとうございましたって、いえいえとか言って、で俺はそのまま大阪の劇場行った、ほんなら俺そこにネタ帳置いたまま席変わったもんやから忘れたんですよ、ネタ帳を、あネタ帳置いたままやー、また航空会社電話してこういうことで席が変わって、そこにノートを置いてたんですけど、大変申し訳ございません言うて、すぐにあのお調べしますって調べて、ありました、どうしましょう、どちらにお持ちすればいいですか言うて、その劇場までね、ほんまもうすぐもう小1時間でそれ持ってきてくれたんですよ、でこの度は本当に席も変わっていただいてすいませんでした、ありがとうございましたみたいな、いえいえとかでもすごい丁寧なんです、でもしよければこちらどうぞって言ってね、こんなあの細長い箱をいただいて、あはいとかで結構軽いんですよ、これ何やろうなと思って開けたら、こう棒の先っちょに飛行機の駒ついたおもちゃでこうカタ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 、多分あれノート見てだいたいこれぐらい喜びそうなやつやなと僕大阪からこの世界始めたんですけど、うん、昔ですね、まあ関西で松竹と吉本っていうのはちょっと壁があった時代がありまして、でもその壁を払拭してたのがこのジュニアなんですけど、そうですか、そうなんですよ、ある二十歳の誕生日の時にもしよかったらこうへんって誘ってくれたんですよ、ああもうそんな垣根をね、はい、取り払って、はい、ほんで僕はありがとう言って誕生日で行かせてもらったんです、ほんで二丁目劇場いうの初めて入ったんですね、松竹芸人が、ほんでね、あの二丁目劇場の作りというのは舞台がありまして2階に柵があって、うん、こういう、うん、そこに関係者とかが座って、はいはいはい、ここにお客さんですよね、うん、ほんで僕その2階の関係者席に座らせてもらったんですよ、ほんならライブが始まりまして、オープニング、ハイチェアにピンスポット当たったところにね、あのジュニアが入ってきまして、ああなんかあったで座ってね、後ろにアフロのおっちゃんがボレロを弾いてるライブなんですよすごいですね、はい、で俺が生まれた頃は言って1年1年、俺が3歳の頃は4歳の頃はって1年1年のヒストリーを20歳までの長いね話すライブなんですけど、まあもちろんドカンドカン受けてライブ終わりまして、エンディングにね、あの今日は松竹芸能からちょっと仲間が来てくれてる TKO どうぞ言うて迎えてくれたんですよ、で2丁目劇場建てろってうわ降りて行ってあの舞台出たんですね、でまああのお話があって盛り上がったところでもう一人来てると今日の俺の誕生日祝ってくれるで
ジャリズムの渡辺や言うて、どこおる言うたら、舞台の真上あたりにおったんですよ。うんうん、ここに、うん。で、ここやで言うて、ほな、ジュニアが、飛んだらあかんでそれ絶対あかんで飛んだらあかんでって言うたんですよ。ほんならみんなもう、飛ぶなみたいなコーラが飛んで出てる。ほんで、渡辺さんも、おっしゃ飛ぶでとか言い出して、バーン飛んだんですよ、その上から。ほんで、舞台にドーン降りた時に、ボキって聞こえたんです、確実に。おったんちゃうかなと思ったんですけど、渡辺さんプロです、もちろんプロです、バー上がって立ち上がって、うわ笑い取ったんですよ、うん、で笑いを取り終えてライブ終わって、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫言うて、それからまあ1週間が過ぎたんですね。である時僕番組見てたら、当時やってた八方師匠の、楽屋ニュースって、吉本の楽屋ニュースをランキング順で紹介するって番組ありまして、それの1位をペラッてめくった時に、ジュニアの誕生日でジャリズム渡辺足の骨折るって出てきたんですよ。うわ、あれ足俺あったんやと思って、その時の映像があります、こちらですって流れたんですよ、うん、ほんでジャンプしてボキッと折れてる後ろで僕が、うん、ハッ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 言って笑ってる映像が映ってしまったんです。松竹芸能の僕が二丁目劇場に立ってしまってるわけですよ。あっかん、これ映像オンエアされてもうたと思って、うん、次の日、うん、案の定会社から連絡がありまして、うん、今すぐ来いと、会社に来いと。会社行きまして、会議室入ったら、重役と部長と、もう課長とかみんないてて、そこに座ると。そこ座れ、僕座らせます。昨日オンエア見たと。二丁目劇場で、映ってたのは、お前かって聞かれる。はい、僕です。じゃあ一つだけ質問する。どんな作りやったって聞かれる。古田さんの、ね、お話の後でちょっとあれなんですけど、お金のない大阪時代にはやっぱり、劇場でずっと待ってて売れてる先輩の人にご飯連れててくださいみたいなのを、意外と僕はそういうのをずっと待ってて、で結構連れてってもらってるんですよ。もうジュニアさんももちろんですけども、もこわさんとかいろんな方にね、大輔さんも安子さんもお世話になってます、もちろん大阪時代に。で、メッセンジャーの黒田さんっていう方は僕の家の近所に住まれてたので、うん、まあ、ご飯を食べる前に必ず、大阪の結構まあ下町のところにある銭湯に行くっていうのが、まあ、そんなに頻繁じゃないですけど、まあ、時間あったら行こうかみたいな感じで行ってたんですよ。で、その銭湯はもうすごいじいちゃんがもう本当にみんなが大好きな銭湯で、で、まあ、個数も結構ありまして、まあ、それこそサウナ、ラドンもちろんあって、水風呂があって、電気風呂あって、ゆず湯もあって、でちょっと赤褐色の濁った薬草湯もあって、木炭の湯があって、っていろいろこう個数が分かれてるところにあって、まあ、好きなところに入ろうか言ってなってたんですけど、で、まあ、服脱いでバッと開けたら、結構人がもう夕方ぐらいの時に人がバーッとおじいちゃん入ってて、わあ今日はちょっと混んでんなと思ってたら、木炭の湯のおじいちゃんがバーッと開けあって、でそこの木炭の湯は今僕が見たら何にもこう誰も入ってなかったので、ああここが入ろう入ろう入ろうってバーッとこう入って、でいろんなところにはやっぱこうネットがこうあって、そこに炭を入れてたり、柚子もネットの中に柚子入れてたりとかっていう、薬草のネット入れてたりとかってなってたんですけど、バーッと入ったらネットのところから木炭がパーッとこう出てたので、なんやもうちょっと木炭出てるから、ちょっと黒田さん僕ネットにしまいますわってパッと取ったらうんこでした。急やな、急に出てきた。いやほんまにこれぐらいやった相当黒いんですよ。相当黒いんですか。相当黒いんですか。木炭間違うぐらいですからね。よほど不健康かイカスミの真面目木炭の間違うぐらいですから、古田さんうんこの話したから、うんこをつなげていったんやな。まあ今の話も水に流してくれたさほどうまかね。古田さんがでも3回柏で叩いて優しい人、助かったな。3階のちょっとまあテラスみたいなお店、はい、お店行ったんですね。ほんでまあ後輩とで、まあお酒頼んで、まあ、後輩がちょっとジュニアさんあの話聞きましたってね、いやーおもろい話聞きましたよって言うんですよ。で、後ろ後ろ何って言ったら、その大阪のね新喜劇をやられてる、まあ、辻元さんという方がね、
杉本氏、はい、座長がおられて、まあもう大先輩ですね。本番中、いや、吉本新喜劇って第、まあ、1軒2軒1幕2幕があって、でそれもずっと出てはって、2幕の途中からまたこう出はるんですけど、1幕をやってる時にお腹がもうなんかすごいことになったんですって。ぐる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 って杉本さんが、ほんでそのお弟子さんじゃないですけども、ずっとこう横につけてる若い芸人がいてるんですって。ほんでやりながら、お芝居やりながらお客さんには一切聞こえんように、腹ちょっとやばいから便所までの動線全部ドア開けとけと、もうマジで一刻争うから全部動線ドア開けとけって言って、こうお芝居やりはって、もうほんまやばいんですって。ほんまやばい。ほんで一幕終わりました。終わった、その子はもう先はけて全部動線ドア開けて待ってる、もちろんあの男性トイレ大便のところも開けて待ってる、でうわーって行った、全部開いてる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 、便所も開いてたってパッて見たら便器は閉まってたんですよ。一番の動線やん。お前なんでここ閉まっとんのじゃこらーって言って、うわーってもうフルでフルで行ってもうたんですよ。おいおい、自分で嫌な性格だなっていうかね、人間としてどうなのかなってちょっと思ったのはもうだいぶ昔なんですけど、学生大学の時に中君っていう仲のいい友達と2人で箱根の小涌園って大きいリゾート施設がありまして、でそこで1ヶ月間泊まり込みの夏休みアルバイトやったんです。で女性は女子寮、それから男性は男性の正社員寮っていうところの空き部屋に雑魚寝で泊まって、でこういろんなところでアルバイトするんですね。でたまたま僕は短大生で1つか2つ年下ぐらいの感じの同じくアルバイトに来ている若い女の子が和食のメインダイニングで給仕のアルバイトをしていて、あのね、ですごい可愛いなと思って、美人じゃないんだけど好きになっちゃったんですよ。で僕はその大学3年の時のテーマが、大学1年の時にちょっとキスを1回したことあるんですけど、それはちょっとやっただけで僕にとっては未遂な感じで、1センチでもいいから舌を入れたいっていうテーマがあった。いやいや、もう大学3年にもなって20歳にもなってね、20歳の記念に舌をちょっとでも入れたいとかがあって、でその女の子をとても一人じゃ口説いたり、ね、休みの日にデート誘ったりできないので、僕は友達の中君と共謀して、で向こうも2人で来てたみたいなんで、22でデートしないかっつって OK っていうのは時代ですよ、昔の。でそこで4人とも偶然にも休みが取れたので、22でちょっと小涌園から降りたところに、あの二の平っていうところがありまして、そこのレストランで4人で食事をしたんですよ。でとにかくカップル同士で別れたくてしょうがないんですね。で分けたくて分けたくてしょうがない。で二の平のレストラン出た時に、あのフジテレビ系列の彫刻の森美術館がありますので、はいはい、ね、そこでね、じゃあ中君ともう一人の女の子に、じゃあここで別れようっつって、僕らはこっち行くからって、なんでって、いいじゃない、彫刻の森行けばじゃん、ほらだって現代アートの森だよここなんつったって、ヘンリー・ムーアとピカソが出会うところなんて、そんなこと言うけどお前閉まってるよって、いや夜で閉まってるけど、そのなんとなく雰囲気だけでもアートな感じだからと思って適当なこと言ったように別れちゃったんですよ。でこうテク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 歩いてて、僕にはちゃんともう目論みがありまして、小涌園の巨大リゾートの施設の反対側に同じく小涌園の敷地で山がありまして、そこが子どもの国っていうね、そのエリアなんですよ。フィールドアスレチックがあったりプールがあったり、子どもさん連れてくる方がいっぱいいるんで、そこでみんなこう昼間遊ばせるっていう家族で、そういうところで夜は閉まってるんですよ。閉まってるけど森はそのまま入っていけちゃうんで、施設閉まってるだけなんで、そこへツッ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 って2人入ってていい感じになったなと思ったんですよ。でそしたら、何なのこれ関係ないじゃないと、もう帰ろうよこんな暗いとこで、いやいやベンチとかあるから、いやベンチは別に嫌だからって、だんだん焦ってくるんですけど、なんかアドリブかもして受けなきゃと思うじゃないですか。だからこれね、あのもちろん子供の国なんだけど、夜は大人の国になるね。そしたら何それとか、ちっと軽く下打ちなんだよ。だんだん焦ってくるんで、こうなんかベンチがあったから、そこに無理やり座って、とにかく座ろうよみたいな。でさっきのテーマである下1センチぐらい入れたいんだみたいな、軽く言えば乾いた感じでいいかなと思ったんですよ、ね、ちょっと下入れたんだよ。またチッて下打ちされて、いやだけどね、あなたにとってね、下を入れるってことは嫌なのかもしれないけど、僕にとってみたら一つの口元の大航海時代だみたいなこと言いやがって、これは僕にとっては大きな一歩だみたいなこと言ったら、パッて立ち上がって、もうやだやだ帰る帰るみたいな感じで、あ本当もう帰るのはしょうがない、もう縁がなかったなと思って、僕もちょっとショックだったけど、僕のしゃべりがもう上滑りしまくってるんで、あこれはダメだと思って後ろをつくようにして、そのまま子供の国を出てしまった、それだけの話なんですよ。いや違う、それで終わったんですよ。ダメだと思って、ね、僕が行けなかったと思って、8年の歳月が流れたんですよ。で僕28になってまして、
まだ局のアナウンサーでしたけどプロレスの実況で売れて調子に乗ってるんですよ、はい、ちょっと人間性的にも良くない感じで今以上にね。で調子に乗ってだってあの本当自慢げに皆さんに言うのもなんですけれどもプロレスラーと並んで僕の出待ちの追っかけが男の子とか女の子でいたんですよ、はい、で後楽園ホールでプロレスの生中継が終わって金曜の夜9時前ぐらいに終わってバーッと降りて1階のところでテレビのスタッフと一緒に一度東京無線でテレビ朝日まで帰らなきゃいけないっていう時に出待ちの人たちがいて古田さん握手してとか言ってこうやってずっと握手して偉そうにどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうちょっとこれからテレビ局帰るからって言ったら一番最後尾にいた女性がそう30手前ぐらいの女性がねあの僕に向いて古田君って言ったんですよ、はい、あれ僕知ってる人ですか古田君覚えてないとごめんなさいちょっと覚えてませんとか言ってちょっと急いでるんでっつってふわっとこう行こうとしちゃったんですそしたら僕の背中に向かって古田君ほら夜は大人の国って言ったんですと思ってもう一度振り返って表情など凝視させてもらったら全く変わっちゃってんですよその瞬間僕の心に浮かんだ言葉勝ったと思ったんですやれっすやれめちゃくちゃ悪いっすよだから今悪いんだよもうこう考えたら正直に言ってるわけめちゃくちゃ悪いいやすごいウキウキして東京無線に乗って帰ったんですよお前よっしゃなめっちゃヒールやんすごいなんでウキウキするんですかこんな価値観ですでもやっぱり悪いやつなと思ったからそこからはだんだん直していったんです修正していったはい修正していったでも声の書き方はすごいですね夜は大人の国ってそのフレーズはね素敵な話話すよね話はもうかっこいい下1センチとかの声のかけ方じゃないですか